韓国釜山広域市。ウィソン山には小早川隆景が築いたと言われるクポワ城があります。日本にいた豊臣秀吉は城に備蓄する兵糧や武具の種類や量、防寒対策に炭を焼く、薪を集めるなど事細かに指示しました。明との講和交渉の際、クポワ城は取り壊されましたが、交渉は決裂。秀吉は朝鮮侵攻を再開しました。この時、新たにヤンサンワ城が築かれましたが、すぐに取り壊され、それに代わってクポワ城が再建されました。ヤンサンワ城からクポワ城に移った黒田長政でしたが、秀吉の突然の命令により、祖先ポワ城へ移ることになりました。クポワ城は再建から2ヶ月足らずで取り壊されることになるのです。